AFM Own Punching Special featuring Gaza and Marius Leach。ね、ガゼットだって男の子たちなんです。そうなんです、一人の男の子たちなんです。だからこんな風に女の子に何か一言言われたら思わず溶けてしまうっていうね、そんな一言だってあるはずだと思うんです。ありますねすごい食いついてきたぞ、はい、あると思うんです、はい、なので今日はですね、ガゼットの男心を大解剖していきたいと思います。どんな一言にメンバーの皆さん、どんな女の子の一言に思わずキュンと来てしまうのか、女の子に言われたい一言を教えてもらおうと思います。皆さん、ここ頑張る時間ですから大丈夫ですか？頑張る時間ですよ。それではですね、まずこういう時はお手本になるようにルキさんから言ってみたいと思います。おっと、まあ、おっとおっとおっと、姿勢を整えたよ、もう入ってます。ここちょっと役者のルキさんもですね、見ていただきたいと思いますが、ではルキさんが女の子に言われたい一言は何でしょうか？ありがとう。実にシンプルな一言ですね。このシンプルな通りはですね、はい、いいんですよね。先日、うん、そうですね、はい、コンビニでですね、はい、おばあちゃんがですね、自転車を倒してたんですよ、うん、あ、わざとじゃないですよ、自転車止めようとして倒れてしまったんですね。そうですね、パンで倒れちゃって、うん、こう将棋倒すみたいな状態だったんです。それをこうガッツやったんですよ、うん、そしたら、あ、まあ、ありがとうありがとうって言ってくれて、うんうんうん、ああいいことしたなと思って。なんかこう素直に出てくる一言だからこそ、よりそのありがとうの一言の重みをね、感じると思います。今のはね、たまたまそこにいらっしゃったのがそのおばあ様っていうことだったんですけれども、もうちょっともうちょっとこう年齢を落としまして、ぜひですね、若い女の子にありがとう、どんなテンションで言われたいのか、ぜひルキさんが女の子になって、そしたらみんなも勉強できると思うんで、こんな風に言えばいいんだっていう。ルキさんが女の子になってっていうのは可能でしょうか？あ、俺が女の子になってる。女の子になってこんなテンションのこんなトーンでありがとう言われたいっていう。俺は基本的に、はい、女の子、女性でもいいですか？若い子でもいいですか？若い子でもどっちが好きですか？じゃあ逆に聞きます。だから俺の年と考えると、うん、同い年とかだと、はい、下だとありがとうございますみたいな。あー、なるほどなるほど。普通に考えると、はいはいはい、今ルキさん知らず知らずに喋ってると思いますけど、はいはい、そのバリエーション全部言ってください的なこともありますからね。ありがとうございます。じゃあそのありがとうございますと、ありがとうのバージョンと2ついただけますかね、はい、ありがとうございますというのはなんかこうと思った感じで、こう、ありがとうございます。ちょっとこうちょっと緊張しながらも一生懸命伝える。じゃあそのありがとうバージョンをぜひお願いします。同い年ぐらいですもんね、はい、はもう普通になかったらもうアザラシみたいな。ほうほう、ちょっと元気な感じがいいですね。フランクな感じの方がそれはいいです、同い年の方が。だから年下の人に言われたいのはやっぱこう、うん、と思ってる感じですね。もう年下とか年上とかいろんなバリエーションがあって、星狩り屋さんですね、ルキさん。本当に星狩り屋さんですね。ありがとうの一言言われたら思わずキュンと来てしまう一言、ルキさんいただきました、はい、では続いてカイさん参りましょう。はい、カイさん、ではカイさんが女の子に言われたい一言は何でしょうか？かっこいい。まさにこういうことだと思います。私も今やっぱり、はい、ライブですよね。やっぱライブで言われるのが、はいはいはい、言わなくてもいいけど、思ってくれれば別にいいんですけど、でもライブ降りたら、ステージ降りたら別にどうでもいいんです。そんなことはないよね。だってそのやっぱりライブの時にかっこいいっていうのプラス、ドラムを叩いてない時だってかっこいいっていうのは、はい、それってすごく、いや、それに越したことはないんですけども。ですよね。まあでもやっぱドラムが一番いいですね、俺は。ドラム叩いてる時が一番かっこいいって言われるのが一番いいですね。やっぱり今、かっこいいって言うんじゃなくて、思わず出てきてしまったかっこいいっていう感じの言葉がいいっていう感じですね。わ、はい、かりました。では、続いて参りたいと思います。風磨さん、行きましょう。
ね、こう言う前にみんなから温かい拍手が送られるっていう、より気合が入りますね。それではウルマさんが女の子に言われたい一言は何でしょうか。すごい。え、なんで、すごい意外な反応が返ってきた。すごい。これはどういうシチュエーションでどういう時に言ってもらいたい言葉ですか。いや、ありがとうとかかっこいいとかも嬉しいんですけど、はい、なんかこうすごいってなんか、はい、こう相手が驚いた時とかに言われるじゃないですか、うん、要は認められてるみたいな感じじゃないですか。はい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 。それが意外に嬉しかったり。ライブでとか。そうですね、そう、なんでも自分がすごいことやった時にすごいって言われるじゃないですか、はい、なんか今のこのすごいっていう言い方とか、そのすごいの前にあったためとかで、私はちょっとあの葵さん的なことを言ってるから勝手に勘違いしちゃって、ごめんなさい、間違えちゃった、ちょっと違うことかと思っちゃった。そういうことじゃない。でもそういう時に言われるっていうのはもちろん男として嬉しいですよね。え、そのそっち系の時ですか。そっち系の時に。それはもちろん。それはもちろんですよ。それはそうです。それはそうです。ではですね、続いて、しっかりとさん行きたいと思います。では、レイナさんが女の子に言われたい一言は何でしょうか。ねえねえ。ええじゃねえよ、この野郎。別にいいじゃねえか。ファンの方に向かって、ええじゃねえねえじゃねえ、この野郎。これね、語弊があっては困るんですけど、はい、ねえねえじゃなくてもいいですよ、別にあのとか、あの話しかけてくれりゃいいんですよ。すいませんでもいいし、あ、何でもいい、あのでもねえねえでも、はいはい、話しかけてくれるその瞬間が嬉しいんですか。もう焦点しますよ。話しかけてくれただけでしょ。もう焦点してるんで返事できないですけどね。とってもレーダーさん、ピュアハートの持ち主ですね、はい、ぜひ皆さん街角でね、お会いする機会があったら、あ、いや、彼らは男の子たちなんで。彼らは男の子たちなんで。あ、まあこれ以上言うと放送時間ですね。わかりました。では順番で参りたいと思います。それではですね、最後はい、参りたいと思います。はい、お願いします。葵さんが女の子に言われたい一言は何でしょうか。今、はいはい、マイクに乗るかではないか。切って言いました。切って言いましたよ。はい、もうシンプルにその思いをというか気持ちを伝えるに、ね、だって素敵じゃない。好きっていう言葉って素敵じゃない？素敵だと思います。でしょ？はい。ですよね。なんかでしょなんて言ったけど、ですよね。はい。はい、なかなか、でもね、もう若干ちょっとルキさんが呆れ顔になってるかなっていうのは今感じ取れるんですけれども。はい。愛の告白をされたいっていうことですか？もうシンプルに。そうですよね。やっぱ嬉しいですよね。まあ、したいし。いたらね、みたいな。葵ちゃん、はい、自らそういう方に入っています、うん、言われたいし言いたいし、うん、まあなんかちょっと言葉に困ってたんで次行きますか。葵ちゃんに最後に振ると全部それですね。言葉に困ってきたんで次に行きますかと、はい、さあということで皆さん、女の子に言われたい一言をラジオの前の皆さんも会場の皆さんも勉強になったのではないかなと思います。ぜひガレットのメンバーにですね、この一言をですね投げかけていただければなと思います。以上、ガレットのメンバーが女の子に言われたい一言でした。ありがとうございます。